TNA オースティン、右下顎打撲と脳震盪の疑いで登録抹消へ。フォードスタメンあるか。まさに転ばぬ先の杖。まあオースティンレベルなわけないから終わりは終わりだけど。これはもう誰も悪くないよ。強いて言うなら守備につかせた監督。フォードに期待するしかない。オールスターってやっぱリスクあるな。来年から1試合にしていいよ。知ってた。岡田は完全に狙い通りでしてやったりだろうな。チナディ的には契約更改してほしいんか。複数年の序盤働かない年齢がネックやと思うけど。結局当たり外れは置いておいてフォード獲得しておいて正解だったという。オースティンが抜けたタイミングで負け越してる巨人広島と当たるのはきっついな。もはや TA にしては軽傷に感じてしまう。冗談はさておき早くの復帰を願います。脳震盪特例だろうしオースティンの離脱にしてはすぐ帰ってこれそうな感じだな。日本復帰した誘うだったエスコバーを冷たく見捨てた天罰やね。まあオースティンを9回まで守備につかせてたのは怪しいわな。岡田監督の狙い通りかも。代打浴衣したり走塁での足心配してたがそうきたかーって感じ。スペル呪いレベル。ハッスルプレイ抑えたら打球がイレギュラー。もうお払いいけ。でもオールスターは怪我のリスクを負っててもガチって欲しいファンが一定数いるようだ。フロントもオースティンは何がどうあれ離脱する可能性が高いと学んで動いてるのは面白い。オースティンがいないのは痛いね。ちゃんと検査して戻ってきた方がいいよ。何かあってからじゃ遅いし。ご視聴ありがとうございました。